30分しても戻らなかったら、普通にもう少し待っててな。少し緊張するが、我は行くのだ。さらば、つい時間を忘れ去った。その楽しくて、でもこれで達成だな。なんかね、前来たのと同じ場所なのに景色が違って見える。うん、秋葉原だけじゃない、世界がどんどん広がっていくんだ。毎日いろんな発見がある。宗次郎の寝癖の向きとか、四茶の街並みとか、コーヒー豆の種類。世界は昨日と同じように見えても、毎日少しずつぐるぐると変わってく。頭では知ってたよ。でも自分もその中にいるんだって感じたことはなかった。私もみんなと一緒にちょっとずつ変わっていきたい。私の速さで。あのね、かなちゃんなんだけど、バイト始めたってメール来た。コンビニで働いてるみたい。高校生と同じことできたって喜んでた。でな、バイト代で参考書買ったって。高校受験するって。かなちゃんも新しい世界に出ていこうとしてる。切磋琢磨な。そして約束ノート全部できたらご褒美くれるって約束だよな。さすが男だ。でもね、さっきそのつもりでお店見てきたけど、誰も違う。欲しいものいっぱいあったけど、自分が頑張れば手に入るものばっかり。私は自分じゃ手に入らないもの、もうもらったし。そんなことないって。ううん、そっちこそ忘れてる。私一番最初からすっごい大きなものもらってるんだよ。命をもらった。ありのままでいいって教えられたし、お母さんを信じろって教えられた。死んでた私が生き返った。だから私、怪盗団で恩返ししたい。仲間のため、誰かのためって思うと、知らなかった力が湧いてくるの。我は何時、何時は我、何時ここに契りを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて、
魂のくびきを打ち破らん。今こそ何時、忍者の究極なる非業に目覚めたり、無人の力を何時に与えん。よし。よし。やべえ。心がバージョンアップ。新しい私、爆誕。よし。命をもらったんだから、私も命かける。何でも言って。ピンチの時は絶対助ける。本当だよ。任せて。そしてご褒美の権利を手放すとは一言も言ってない。じゃあね、ご褒美はカップ焼きそば1ヶ月分がいい。なんと良心的。あ、ネットでポチらないで今からいろいろ探し行こう。リアルを足で回る楽しさ知ってしまったしな。ありがとう。帰ったか。いらっしゃい。どっちがいい？どうする？なあなあ。ありがとう。なあ。どうかな？
すごい。分かった気がする。お願いがあるんだけど。お願いがあるんだけど。分かった。いいぞ。満足満足。こんなもんだな。サラダバー。したもんがある。掘り出しもんだな。ああ、よし、どれにすんだ。ハンドガンならハイパワーレシーバーとかどうだ。命中性能もそこそこあるから、高い威力を敵に打ち込めるぞ。そうか、おう。軍人だろうが素人だろうが、やめんのか。暴れするとしますか。さあ行きましょう。さあ。しましょう。そうだな。望むところです。どうだ。行こう。探索を再開しよっか。さてと。うんうん。何か。
正体を見せろ。ここに1本あるのか。お見通しだ。狙ってこう。弱点がないけど電撃が有効。戦力はこちらが上よ。火炎属性の攻撃で弱点をついて。カーニア奪え。敵ダウン。さすがジョーカー。まだ終わらないぞ。取れ我が半身。ランチャーの準備 OK だよ。必殺ラッシュ。モナちゃん大丈夫？なかなかハードな技だったぞ。強い敵じゃないけど連撃は無効だから気をつけて。ここは穏便だ。左の要領で。どうだ。そこか。敵ダウン。さすがジョーカー。俺にやらせろよ。放つぞ。ナイスヒット。いい攻撃だ。スカルエルソナー。奪え。ジョーカー敵を撃破。こいつのゲットは初めてだな、ジョーカー。さて何か。違うっての。は？チッ。これは。感じるぞ。正体を見せろ。和解する道があるはずだ。こっちが言う。お宝隠してない？さて、力の差が実感できる戦いだったわ。この扉、鍵がかかってるわね。裏からなら開けられるのかしら。
余裕だったわね。あの席だな。有力政治家ってのが来んだよな。隣の席で張り込んでみましょうか。私が行くわ。ゾロゾロ行くと警戒されるだろうし。女の子一人なのも変じゃない？じゃあ誰か一緒に来て。ちょっと待て、俺が行く。別に構わないが。だってよ、レストランだぜ。幼稚園児か。妙にやる気だと思ったら、はあ、なぜ我が輩には声がかからない。行ってくる。みんなは近くの席にいて、頃合い見て合図するから。何食おっかな。パレスの料理じゃ腹膨れないでしょ。相変わらずのバカさ加減だぜ。読めねえ。フォアグラのソテー、それからトリュフあえサラダ、あと子羊のロースも。よくそんなスラスラ頼めんな。つうか平均年齢高くね。みんな指導の関係者だろ。政界や財界の大物ばかりね。ガキ、誰に断って座ってるんだ。誰って？予約の札とかないっすけど。隣で騒がれると迷惑なんだよ。私はゆったりと食事を味わいたいのだ。腹が減ってるだけのガキは去れ。あのな、スカル、黙って。わ、悪い。大変失礼しました。分かったなら帰りなさい。あの、
もしかして大江先生ですか？そうだな。その、ぶしつけなお願いで恐縮なのですが、指導様への紹介状をいただけませんか？見たところ、君らは未成年じゃないのかね？なぜ紹介状がいるのか？どうしても指導様にお目通りしたくて、志の高い政治理念に共鳴してまして、もちろん大江先生にもです。若いのによく言う。まあ嫌な気はせんがな。高校生くらいか？はい。高校といえばどっかの校長だかがくたばったらしいな。指導様の名前を出そうとしたとか。従っていれば上流でいられたものをそれを捨てて歯向かうなんてな、頭のいいエリートの私には考えもつかん。忠誠を誓っていれば廃人化の褒美をいただけるのだ。先生もやはり指導様に廃人化のお願いを？ん？ああ、まあな。先生クラスになると廃人化のターゲットは相当な大物だったのでは？大物？いや、ターゲット自体は大したやつじゃない。ご謙遜を。春先に地下鉄事故があっただろう。狙ったのはあの運転手だからな。あれを？目障りな国交大臣と現政権派の社長の首を取るためだった。なるほど、大変参考になりました、大江先生。実は私、姉が特捜部の検事なんです。この件どう伝えることもできますが、どうでしょう、紹介状をいただけますか？それは脅迫か？お前ら何者だ？紹介状を。つけ上がるなガキが。渡すものか？持ってんのは確かみてえだな。じゃあこっからは実力行使の時間だ。みんな、紹介状ゲット。地下鉄事故の件はどうか内密に。しゃあねえな。けどやっぱりうちの校長指導とつながっていたのね。道理でしつこく探らせるわけね。なのにあっさり殺しちゃうなんて。国ごと沈没しているパレスの持ち主だ。教育者一人くらい何とも感じないんだろう。にしてもただの認知の人間なのに普通に怪物に化けてきたね。金城あたりまでのパレスじゃ認知の人間なんてくたびれた被害者ばっかりだったのに。いや、今の大江は認知じゃない。え？でも実在の人の見た目や記憶をしっかり持ってたわよ。多分手下のシャドウに認知の人間を融合させてんだ。皮かぶせるみたいにな。こんなの初めて見るぜ。
いくら歪みの力が波外れてるからって普通にやれることじゃない。待て、そういえば確かシドウはナビの母親の認知研究を潰したんだったな。あ、もしかしたら潰した時に人材や成果を召し上げて私物に。シドウ、こりゃもしかするとシドウのやつ、自分のパレスに手出しできるような手を隠してやがるかもしれない。これまで以上に気を引き締めろよ。ええ、もちろん総理就任後も引き受けますよ。さすが先生、頼もしい限りです。その代わりより一層の支援を。世界と渡り合うには大きな金が。ええ、掃除をお願いする見返りはしっかり用意させていただきますよ。春の事故の件は大変助かりました。ひとえに先生のおかげです。認知科学の解析が進めば対象拡大も可能と見てますがね。それは強行。ぜひ今後とも先生のお力添えを。ねえ、研ぎ澄ませ。その辺にセーフ。ここ落ち着く。まだ警戒されてないよな。よし、じゃあ行くか。みんな、ちょっと待った。しすべし、くだらないこと言ってないで戻ってきて。よかった、戻った。範囲外に出れば戻るっぽいし、割と問題ないの。問題なくない。分かったことちゃんと説明してよ。あの指導の銅像みたいのがある場所に侵入者が入るとネズミになるっぽいな。我が輩たちはネズミ風情ってわけか。腹立たしいぜ。けどなってる間は気をつけた方がいいな。ネズミじゃドアもあかんし、敵に出くわしたらボッコボコだぞ。つまり身を隠す以外は何もできないってこと？参ったわね。完全に受け身じゃない。どこかに抜け道でもあればいいけど。何か
裏から開けれたりして。さて、暴いてやる。何かが演出ですよ。こっちが有利だ。連動が効果的だわ。来い。まあ全身の弱点つけるな。よっこーじゃあ動くんじゃない。ボコボコにした。ほらみんなやるな。お疲れ様。よし、余裕すぎて相手にならないな。暴いてやる。信念感ならかってるんだけど。気をつけて。強い敵じゃないけど、連撃は無効。そこか。弱点をつけるみたいだ。アイテムゲット。あーまやー。大だ。格下の敵ね。銃撃は効かないから、他の攻撃を使って。強化。敵を撃破。体勢を整えたら先にが。さて、うん、楽な戦闘だったわね。
暴いてやる。追撃成功。やっちゃう。弱点をつけるみたいだ。いただいていく。敵みたいだ。クーハーやるね。やれ。やってみる。次行けば。ここはペルソナです。ヨハンナ。残り2。敵を一掃しましょう。これで敵を倒せるよ。はい、終わり。さて、研ぎ澄ます。我が輩にかかればこれ。正体を見せろ。何人か7かってるんだけど。追撃成功。これがこれで負けたら正体を見せろ。どうなる。勝ててよかったね。みんなお疲れさんだ。さて、よしっと。じゃあ行く。石じゃね。よし、探索。指導の石か。後のも探してみようぜ。シャドウがいるわね。気を引き締めて。宝箱発見だ。正体を見せろ。シリンクなら勝てるんだけど。シリンク成功。これで負けたら承知しないからな。ペルソナ。倒せなかったか。ペルソナ。私の怒りを思い知れ。うん、どうしてね。ルッドだ。はっ、ずるい。くらえ。モーナさすが。もうない。我が決意の証を見よう。やるな。抵抗しないで。子供だね。
粘土属性も効かないわよ。やだから、いただいていく。ほら、行け。左右反転。見せろ。チャンス。と弱点なし。ここは脅し。戦力はこちらが上よ。火炎属性の攻撃で弱点をついて。いただいていく。敵ドン。さすがジョーカー。まだ終わらないべきみたいね。ペルソナ。弱点かけろ。よかった。いける。敵を撃破。弱点狙いは無理そうだな。ここは分かれない。一番いいぞ。やっちゃえ。クーリア。もっとしけ。ちゃんと狙え。はぁ、せー。一気に無理にはしてくれ。フランスのよ。一気に攻め。いけ。パワーアップ。敵全滅。次に行きましょう。さて、我が輩にかかればこれ。よし、暴いてやる。粘土が効果的だわ。まあ苦戦しないよ。チャンス。弱点をつけるみたいだ。おお、ゾウ。成功は無駄よ。さあ次に行きましょう。さすが。さて。何かご用ですか？
より一層の攻勢に励むがいい。警報中だ囚人。張り切っていきます。覚悟して進め。なるほど、これは強いペルソナです。強力な力を持っているな。なるほど、これは強いペルソナです。選ばせてやる。強力な力を持っているな。技量を超えた合体を行いたい。引き継ぐ技能を選びなさい。強大な力を授か、二人とも始めるのだ。探りなさい。まとめて処刑です。なるほど、これは強いペルソナです。今日は強めに締めます。より高みを目指すぞ。防具でも高みを目指せ。より強力な装身具になる、より強力な装身具に、より強力な装身具になるでしょう。このような結果者は生まれ変わるのだ。気合い入れてくくるぞ。もうやめるのか。もう終わりか。なんだ。